空の彼方にある星を目指し。はい、皆さんこんばんは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ストラップについてのお話をさせていただきたいと思います。これですね、今下がってます。はい、こうウクレレを肩から下げるというような、感じになっております。これはですね、もともとストラップピンがついておりまして、そこにこのギター用と同じ、ギターでもこういうのを使うんですけども、ウクレレ用にちょっとこの幅が狭いものも売っておりまして、実際使っていただいて、選んでいただくのがいいと思うんですけども、このストラップなんで使うかと言いますと、ウクレレ教室でもそうですけども、まずはストラップなしで皆さん、あのウクレレをね、こう持つところから入ると思います。はい、こちら、ここと手でね、こうやって支えてウクレレを弾きますという話をすると思うんですけども、まあ、あのそこからまずは慣れていただくのがいいと思うんですけども、一個気づいた点がありまして、ハワイっていうのはほぼ半袖、アロハシャツもそうなんですけども、実際この半袖 BJ もそうですけど、今この状態、腕が実際出てる状態で弾くのは汗でここをぴったり支えられるんですね。これが上着を着ていたりとかですね、ちょっと長袖もそうなんですけど、滑るんですね、非常に。常夏の国はいつも手が出てるから、腕が出てるから抑えやすいっていうところも実はあると思うんですね。はい、でウクレレを途中で弾けなくなったっていう人の多くは、持つのに安定しないっていうのも多いんですね。それなら、安定しないなら手軽に安定する方法があるやないのということで、ストラップのおすすめなんですね。で、このストラップと違ってウクレレ用ストラップ、 Amazon とかで検索いたしますと、首からこう下げて紐が出てここへ引っ掛けるタイプのサックスのストラップに似たようなものもあるんですけども、それの場合は BJ の首がつるのと、あと一箇所だけなので、こうなんて安定しないので、こっち側のストラップの方を使っております。これすると、あの手が自由に動くんですね。例えばときに、なるべく手を自由にこう動かしたいんですね。こう動かしたいので、その時に、余計な力をなるべくかけたくないんですね、左手に。支える能力が入りますと、その分余計な行動がまた必要になりますので、ウクレレはもうこちらに固定することをお任せして、あとは指が指板の上を好きなように動けるように、ってできるように、やってます。これ皆さん、ストラップおすすめですので、試しに使ってみてください。ギターのね、ストラップ持ってる方はストラップピンだけつける、もしくは最近の中華ウクレレ、中国製、マレーシア製などのウクレレにはもう最初からストラップのピンがですね、こういうのがついてるモデルが多いです。はい、そのままそこにギター用のストラップをつけていただくだけでいいと思います。楽器屋さんに行くと割と高いんですけども、これも Amazon とかで、検索しますと、下は200円台ぐらいから割と使えるのがあります。実はこれも390円ぐらいでしたっけ、中国から送られてくるものなんですけども、なかなかいいですよ。はい、で、ちょうどこの辺のね、肩にもフィットしますし、普通よりもちょっと細い、ギター用よりは細いような、感じです。はい、ウクレレストラップについてのお話でした。ちょっと持ちにくいな、もっとフリー、手をフリーに動かして弾きたいなっていう方は、試しにつけてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。で散歩する月の影が寄り添って揺れる君の鼓動が少し聞こえた気がして、いつもよりも近くに感じた。